Welcome to the Fantasy Zone. Get ready. はい、どうも、セガ大好き、阿部っちです。はい、皆さん、今回はですね、おそらく朗報と言っていい内容じゃないかなと思うんですけども、以前ですね、セガサミーの方では、過去の IP 資産の活用ということで、こういったね、株主向けの資料の方に、こういったイラストの中で過去の IP のキャラクターがたくさん、載った、イラストを、引用して、これからセガは、過去の IP を、どんどん活かしていって、スーパーゲーム、世界に通用するスーパーゲームを作っていきますとね、いうようなことを、言っておりました。で、そのスーパーゲームがどうなっていくのかというところで、その、すぐ後ぐらいに出てきたのがこちら、エラーゲーム、リセット、略称エラゲというものですね。こちらはですね、アフターバーナー、アウトラン、バーチャファイターといった、過去のセガの、IP のゲームが美少女キャラクターに、擬人化するというね、いう形の、モバイルゲームでした。でこちらですね、残念ながらですね、来年の1月5日に早々に、サービスを終了してしまうというところで、まあ、本当にね、昔からのセガファンからすると、そういうのじゃないんだよなみたいな、感じっていうのがすごい強かったと思うんですよね。まあ、あんまりなんかちょっとエラゲのことね、悪く言えないところがあるんですけど、いろいろとこうつながりもねあったりしますんであれなんですけども、でもやっぱ正直なところこれじゃなくてなみたいな、ところはあったと思うんですけども、でも今回の、セガの公式の発表、これはね間違いないと思うんですよ。はい、それが何かちょっと見ていきましょう。はい、こちらです。セガは世界的な人気を誇るコンテンツを現代のゲームユーザーに楽しんでいただくプロジェクトを始動し、新作ゲームを開発中であることを発表しましたということで、タイトルが書いてます。クレイジータクシー、ゴールデンアクス、ジェットセットレイディオ、忍び、ベアナッコー、今後の展開にどうぞご期待くださいということで、これはやばくないですか。これはやばくないですか。とうとうセガマジで本気を出してきたなというところなんですけども、ここのね、下に、セガの公式のね、動画がもうすでに出来上がってますので、ちょっとこれ見ていきたいと思います。何やらね、ちょっとおしゃれな感じの、なんかこう映画のようなね感じの映像ですけども、この男の人がねちょっとこうね、思わせぶりなこの、スケートボードを持って入ってくるというところで、でまあコントローラーを持ってねゲームをしております。これはセガ製なのかどうかっていうのは非常に気になるところですけども、ここで、何やらなんか地震が起こったのか、なんか思わせぶりなアイテムがどんどんね消えていきましたよね。で停電が起こると、ゲームセーブした下に決まってるじゃんでね、いうこういう会話があって、さあこれは忍びのねアーケード筐体というところで、こちら忍びかとね思いきや、なんとジェットセットレイディオの、しかも手書きで書いたような作品になってます。これは多分ベアナックルなんかなっていう感じなんですけども、そしてこれは忍び、これもう完全に 2D の感じでね、めっちゃいい感じですね。そしてこちらがゴールデンアックスでしょうかね、ダークソウルズみたいな感じがしますけど、そしてこちらが、クレイジータクシーですね。このなんか映像を見る限りでは、おそらく僕たちの期待を裏切らない感じになりそうな雰囲気がすごいしますよね。パーザネクストレベルということで、やばいですね。しかもアンドモアってちゃんと出てましたよね。というところでちょっとね、この、ゲームの画面の部分だけを少し、スピードを落としてゆっくり見ようかなと思ってます。さあこちらがねジェットセットレイディオですね。本当に完全にこう手書きのこのコミック風の、感じで、もともとねなんかそういうコンセプトではあったんですけども、さらに、今の技術とか今のゲーム機のスペックでないと多分できないのかなという感じの映像になってますし、そしてこちらがねベアナックルですね。少し前にベアナックル4出ましたけども、あちらは本当に今までのベアナックルのね本当に、映像だけパワーアップしたバージョンですけど、こちらはさらに、ワンランク上に行った感じがしますよね。そしてこちらね、忍び、こちらの忍びは逆に、2D のまま、
ですよね。うん、本当に以前の雰囲気を持ったままなんですけども絵柄がこう手書きのね、感じになっているという、あの少し前に言ったあの月風マネン の, あの最新版みたいなあんな感じのこう、なんていうんですかね、あの和柄というかこう水墨画というかそういう感じの雰囲気ですかね。でそしてこちらが、ゴールデンアクス、さっきも言いましたけど本当にあのダークソウルズシリーズのような雰囲気がめっちゃ漂ってますけども、あのこれゲーム性の方はねちょっとどんな感じになるのかなっていうのは非常に気になりますね。なんかすごい駆け引きとかが以前よりもありそうな雰囲気はしますよね。そしてクレイジータクシーはあの本当にまんまなんですけども、まあ、今の、技術で の, あのこのグラフィック映像っていうところでこれはちょっと上がりますよね。うん、これは本当にあの期待通りのクレイジータクシーが出てくるんじゃないかなと思うんですけども、なんていうのかな、このレースゲーム版、グランドセフトオート的な感じのちょっとこうはちゃめちゃな感じが期待できるのかなという感じがしますね。そして一番最後にね、アンドモアと書かれてますので、まだまだセガはやりますよと、まだまだセガは、多くの IP をこれからも息を吹き返しますよと、いうことがね、言わんばかりの感じになっております。というところでね、皆さんどうでしょうか。期待の、タイトル、期待の IP が、これから復刻されそうだと、いうふうに思われますでしょうか。それとも他にもね、こんな IP あるじゃん、もっと出してほしいとね、いうふうになるのかというところなんですけども、まあ、僕個人的にはあのスペースハリアー、これは絶対入れた方がいいと思ってるんですよね。うん、やっぱ過去 IP の中で圧倒的にねスペースハリア人気あると思うんですよね。うん、だって別に続編でもないのにあんなメガドライブミニ2にメガドラ版スペースハリアが入っただけでみんなメガドラミニ2に飛びつくわけですよ。うん、どんだけなんか愛されてる IP なんだっていうのがすごくあるので、うん、まあ非常にね難しいと思うんですけどね、現代版のスペースハリアどういう形だったらみんなが納得するのか、ね、出すのはいいけども、どういう形が納得するのかっていうのがね非常に気になるところですけども、僕は外せない IP じゃないかなというふうに思います。それから、それぞれのね、タイトルのネーミングなんですけども、どういう形の、名前がつくのかというところですよね。うん、昔のセガのイメージだったらとにかくスーパーつけとけっていうね、ザ・スーパー忍びだったりとかね、スーパーサンダーブレードだったりとかですね、なんかそういうイメージがあるんですけども、今回まさかのスーパージェットセットレイディオっていう名前がつくのかとかねいうのが気になりますし、まあ、ストリートオブレイジだと、4まで出ましたので次は5になるのかとかね、うん、クレイジータクシーも、まあ、3とかになるのかとか、まあ、非常に気になりますよね。うん、その辺の今現代の、セガの、センスで新たに名前を付けるとしたらどんな名前になるのだろうかというところは非常に気になるところではあります。まあ、あとは、比較的ね僕ら世代にはこの、画面を見る限りではかなり期待できそうな感じではあるんですけども、やっぱり一番は今の若い世代にこの IP っていうのをさらに、再び浸透させるっていうね、まあ、それこそ龍が如くシリーズみたいに、シリーズがどんどん期待されるようなそんな、IP が再び発掘されることが一番望まれると思うんですけども、まあ、その、そういった世代にちゃんと、リーチできるような内容になっていくのかどうかっていうのも非常に、気になるところではありますね。だからまあ任天堂のねマリオっていうのは本当すごいと思うんですよね。うん、マリオっていう IP で、ゲーム自体は本当にどんどんなんか変わっていってるじゃないですか。一番最初の 2D のマリオと比較すると全然違うものになっていってるんですけども、でもマリオのシリーズ、今度もね RPG が出るからっていうのでマリオの RPG 遊びたいとかですね、今までと全然違う、ものであってもマリオの、IP のゲームだったらやりたいっていうね、なんかそういう流れになってるじゃないですか。まあ、例えば忍びのね、IP のゲームだったらまたやりたい、忍び RPG、マジでやりたいみたいなね、それぐらいのなんかこうIP でお客さんの心をこう引っ張っていけるようななんかそういう形になっていくとすごいいいなというふうに思いますね。だからまあちょっと望みすぎかもしれないんですけども僕ら世代の、人間だけにリーチするちょっと懐古主義的なねリメイクになるんじゃなくて新しい層もしっかり取り込むようなそんなリメイクになってくれると嬉しいなというふうに思っております。
はい、というところで皆さん、今回の、セガの過去の IP を使った新作の発表、どのように受け取られましたでしょうか。また、今発表されている5タイトル以外に、この IP は絶対やってほしいとかね、なんかそんな要望があれば、あの少しでも、セガに届けばというところでコメントなんかを、出していただければなというふうに思っております。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。アベッチでした。バイバイ。チャンネル登録。